サンタ・マリア・デ・ミラー・コリ教会サンタ、マリア・デ・ミラー・コリ教会は、イタリアのベネツィア内のカンナレージョ地区にある教会である。階段上部の祭壇、教会正面上部に半円形のペーディメントを用し、外壁にはカラフルな大理石や不柱をあしらうなど、初期ルネッサンス建築の代表作としても知られている。ベネツィアで活動した彫刻家、建築家、 ピエトロ・ロンバルドにより1481年から1489年に、家け、聖母、マリアの奇跡に捧げられて建設された。建設途中の1484年に、アッシジのキアラを祀る修道所用の修道院を、教会東側に建設する拡張工事も行われた。教会内部は、新郎が筒型ボールと構造で囲まれており、両サイドの沿岸の間を、 大理石や彫刻などで装飾されている。天井部は50の各館に仕切られ、預言者などを描いた絵画で覆われている。使われていた外壁の大理石に14%程度の塩分が含まれていたことにより崩れる危険性があったため、アメリカ・ニューヨークに本部を置く西部ベニス・インフの手により、大理石を生成水につけて塩抜きをするなど、約400万ドルと10年をかけて、 大理石の補修工事が行われた。ありがとうございます。